皆さん、こんにちは。今日は、この言葉を紹介します。少林寺拳法の修行の心得にも、永続することという教えがあります。絶まず、コツコツと継続することで、その実力が本物になるという教えです。一日の成長は小さいかもしれません。例えば、一日に1ミリ分の努力をしたとします。たったの1ミリですから、自分でもその成長の実感が湧かないと思います。ですが、例えば、この1日1ミリの努力を1ヶ月続けたらどうなるでしょうか。1ヶ月は30日ですから、30ミリ、約3センチの厚みになります。この3センチの厚みであれば、自分でも成長したという実感が湧いてくると思います。では次に、1年間、この1日1ミリの努力を継続したらどうなるでしょうか。365ミリ、36.5センチの成長になります。これはものすごい成長です。皆さん、今取り組んでおられる勉強、それから少林寺拳法、これを1日小さな努力をぜひ積み重ねていってください。必ずや、その実力が本物になります。継続は力ない。この言葉を信じて。ありがとうございました。